の名称であるジョン・シナは、エリミネーション・チェンバー PPV における、エリミネーション・チェンバー形式の WWE、王座戦に勝利し、6度目の、WWE 王座大会を果たした。しかし、大会を喜ぶ間もなく、ビンスが登場。以前からブレットとビンスの構想において、ブレット側につき、ビンスを批判していたシナを陥れるため、 バティスタをリングに送り急遽、WWE 王座戦を独断で決定した。抵抗虚しく、バティスタがシナを沈め、二度目の WWE 王座を獲得。シナの王座体感は火を越えることなく終わってしまった。その後の RAW では、ブレットとビンスに並行するように、バティスタとシナの交想が始まり、このレッスルマニアにて、 WWE 王座が争われることとなった。エッジは2009年7月3日のハウスショーにおいてアキレス剣断裂という大怪我を追い欠場に入り引退の噂も流れていたが1月のロイヤルランブルで電撃復帰。復帰前と変わらぬパフォーマンスで健在をアピールしその勢いのままロイヤルランブル戦を制しレッスルマニアへの出場をいち早く決めた。その後は 同じカナダ出身で、元タッグパートナーでもあるクリス・ジェリコに、自身の負傷を非難されたことから構想に入り、結果的に、エリミネーションチェンバー PPV で王座を体感した、ジェリコとの世界ヘビー級王座戦が組まれた。以前から分裂の兆しを見せていたレガシーだったが、ランディ・オートンの王座戦線での不調や、テッド・デビアスコーディ・ローデスの WWE タッグ王座陥落から、 大きな不和が生じ、ついに隠した扱いに耐えかねた二人がオートンに反旗を翻しレガシーは崩壊、最終決着のためレッスルマニアにてトリプルスレッド形式の試合が決まった。この試合直前からオートンへの歓声が暇しに大きくなり、オートンが自然とベビーフェース的な立場になっていった。大会当日、試合に勝利したオートンは2008年より、 封印していた腕を広げるポーズを披露し、ベビーフェイスとして、監修の声援に応えた。CM パンクは、エリミネーションチェンバー戦において、ピンフォールを奪われたレイミステリオとの交想を開始。マネーインザーバンク戦の予選試合に、ミステリオが乱入し、パンクの勝利を妨害したかと思えば、スマックダウンにて行われていたミステリオの娘の、誕生日パーティーに、 パンク率いるストレードエッジソサエティがその報復として乱入しパーティーを台無しにした。これに激怒したミステリオがパンクとの対戦を要求し最終的にミステリオが負けた場合は強制的に整理という特別ルールの試合が決定した。レッスルマニアは通常団体の最高位である WWE 王座戦もしくは 世界ヘビー級王座戦をメインに定めている。しかし、本大会のメイン戦は、ショーン・マイケルズ v s ジアンダーテイカーのノンタイトルマッチであった。最高位の王座戦以外の試合がメイン戦となるのは、レッスルマニア史上4度目、15年ぶりの異例の措置であった。というのも、この試合は、ストリーク VS、キャリアと銘打たれ、マイケルズは、敗れれば引退。 テイカーが破れれば、彼のレッスルマニアでの連勝記録が17で止まってしまうというものであったためである。試合は、多くのファン及びメディアから、年間最高の試合と評された、前年の対戦に勝るとも劣らない名勝負となる。両者とも序盤からフィニッシャーを連発するが、それを共に、ことごとく、キックアウトし、ファンを熱狂のるつぼに巻き込んだ。試合の終盤、テイカーが、 ツームストーンパイルドライバーをこの試合で初めて決めるが、マイケルズはカウントに出返す。テイカーが首をかき切るポーズでもう一発、ツームストーンを放つ意志を示そうとしたが、破れれば引退することになる。マイケルズに対してとどめを刺すことを躊躇する。これに対しマイケルズは、情けは無用だ。とばかりに逆首をかき切るポーズを披露して挑発した上で、 テイカーに張り手を浴びせた。これで覚悟が決まったのか、テイカーがジャンピングツームストーンパイルドライバーを浴びせ、3カウントを奪い勝利。これをもって、マイケルズの引退が決定した。試合後、リングに横たわるマイケルズを起こしたテイカーは自ら握手を求め、マイケルズもこれに応じる。最後は、見事な試合を作り上げたお互いを称え、抱擁を交わした。 なお、この試合は、昨年に続き、プロレスリングイラストレーテッドや、レスリングオブザーバーの漁師において、年間最高試合に選出された。2010年1月4日の RAW において、復帰した、ブレッドハートは、現在も確執が続いていると思われていた、ショーン・マイケルズと抱き合い、和解したことを世にアピールした。しかし、ビンスマク・マイホンとの圧力は、 まだ残っているという設定のもと、イコンアングルが展開された。マイケルズとの感動的な和解を果たしたブレッドは、その直後、オーナーであるビンスを呼び出した。ブレッドは12年以上も募らせた、フラストレーション、イコン、うっせきした怒りをマクマホンにぶつけ、長年の構想に終止符を打とうと和解を提案し、握手をした。しかしその直後、ビンスは再び、ブレッドを裏切り、 キックを浴びせると同時に、ブレットをマットに沈めた。その後の RAW でも、ビンスは、バティスタの協力を得ながら、ブレットの心を踏みにじる行為を続け、加えてブレットはビンスが、意図的に起こした事故によって、片足を骨折。通常通りの試合は、もう不可能かと思われた。しかし、3月15日の RAW において、この日のゲストホストであった。 ストーンコールドスティーブ・オースチンが本大会にて反則最低なしの特別ルールにより行われることが決定していたビンス VS ブレッド戦の調印式を手配した。調印式は滞りなく進んだが最後にオースチンがまだ一つ言い残していたことがあった。それはブレッドから聞けと発言。ビンスがブレッドの方を振り返ると机の上には 足のギプスが乗せられていた。驚くビンスに対しブレットは、松葉杖を投げ捨て、難なく立ち上がると、ビンス自身がビンスをはめるんだ。と、叫び、ビンスを、ギプスでダー自身の足が治っていることをファンに示した。迎えた、大会当日。後から入場してきたビンスはマイクを持ち、急遽試合を、ランバージャック形式に変更すると発表。そして、 私とブレットの家族全員が、お前をはめるのだというと、後ろから、ブレットの家族全員が現れ、ビンスに買収されていたことが発覚。表情を変えずに佇んでいたブレットは、試合開始前、レフェリーのブルースハートに、講座の入金の確認は済んだかと聞いた後、今夜は忘れられない日になる、ブレットがビンスをはめるんだからな。というとブルースは、ブレットと抱き合い、 ビンスを裏切る。ビンス自身がはめられていたというどんでん返しが起こった。試合は終始ブレッドが攻撃する一方的な展開となり、ビンスがリング下に逃げてもハートファミリーから攻撃され、スミスとキッドからは連携技をかけられると、袋叩きに。結局最後はブレッドがシャープシューターを極め、ビンスが情けなくタップをし試合は終了。 ビンスの無残な敗北により、12年に及ぶイコンは、ついに終了した。この試合は長きに及ぶイコンの決着として、また、約10年ぶりに、リング復帰した、ブレッドの試合としても期待が高かったため、予想されなかった攻防のない一方的な、試合展開に一部のファンや雑誌からは、凡戦投票をされ、期待を裏切る結果となってしまった。しかし、 ブレットは2002年の自転車事故により脳梗速を起こし、一時は左半身不随となり歩くこともままならない状態になってしまった。今回の電撃復帰も長期的なリハビリを経て、なんとかリングに上がれる回復したことで実現したものであり、受け身はほとんど取れない状態に変わりはなかった。そのため、今回の試合は前述のような展開を選ばざるを、 えなかったのではないか、と見られている。ありがとうございます。